これちょっと簡単に人物相関図を軽く書いたんですけど白野からもクリスチャンからも求愛されているでも好きなのはクリスチャンこれがね恋の障害恋のいたずら始まっちゃうわけですね今日もみんなで、ね「シネマティーク」どうも映画コメンテーター有村ンです今回も動画をご覧いただきありがとうございますさあ今回も新作映画が登場です白野を紹介したいいいと思いますはい えシラのね、これあの、もともと1897年ですよ。今から120年も前にパ,えパリのですね、フランスで初演を迎えたという、120年間、これあの、もともとね、シラノード、ベルジュラックっていう擬曲なんですね。ずっと耐えることなく、もうね、何回も何回も舞台、そして映画化されてきたのが、 今回最新版のアップデートされたというのが2月の25日から公開、このシラノになるわけなんですね。監督はですね、プライドと偏見、え償い、ウィストン・チャーチルなどで知られるジョーライト監督ですね。えちょっとね、あらすじがね、これ、ね、大変によくできた話なんですよ。なので解説をしていきましょう。まあこの大きなね、 まあ、鼻にコンプレックスを持つシラノという男がいるんですけども、まあ、親友のロクサーヌっていう、ええー、まあ、貴族の娘に恋をするんだけども、彼女は実は別の男性が好きだったということで、彼女が好きだったのはクリスチャンという男だったんです。ただ、そのクリスチャンは文才がなかったために、詩人でもあるシラノが代筆をして二人の間を取り持つっていうまあ話なんですが、このシラノ最大のポイントが、 キャストの決定的な違いというところに挙げられるんですね。えー、これ何かというとですね、もともと舞台版のシラノというのは、鼻にコンプレックスを持ってて、まあ舞台でね、イケメンの俳優さんが、ピノキオみたいな鼻をつけてお芝居して、俺はコンプレックスがあるんだ、とか,とか言いながらも、舞台が終わったら、お疲れしたーって鼻取ったらイケメンに戻ってるわけじゃないですか。でも、果たしてこれって説得力あるのかというところからこの企画が始まり、 花のコンプレックスから身長のコンプレックスに変えたんですよね。そこで起用されたのが、ピーター・ディンクエイジさんという小人賞の俳優さんを使ったんです。ということは、彼は別に映画の撮影終わっても、背がちっちゃいままですよね。それは変わらないということで、その苦悩を、やっぱりスクリーンの中でも引き出したい。ということなんですよね。だから嘘がないってことですね。 だからもう一つね、やっぱりそのポリティカルコレクトネスとか、そのマイノリティっていうのが最近のアメリカの映画の特徴だとするならば、えっと、ロクサーノが恋をするクリスチャンという男も黒人の方なんですよ。つまりアフリカ系アメリカ人。えっと、当時の1800年代ではアフリカ系アメリカ人がなかなかフランスの中に登場しないと思うんですよね、今までの映画だったら。でもそれをあえて入れたというところもかなり国際色というか、いろんなマイノリティを えー、かなりいろいろ入れ込んだという作りが、まあ、特徴的だったということなんですね。はい。さあ、そしてですね、あのー、もともと舞台版のシラノも,もうこれあったんですけど、その時にロクサーノを演じていたヘイリー・ベネットさん、そのまま映画版でも起用されてます。はい。で、そこに違う役で出てたピーター・ディンクエイジとも共演したので、今回はまた再タックを組んだという結果になるんですね。はい。それでは、いよいよここからですね、もうシラノの全解説をやっていきたいと思います。はい。 まずこれ舞台が17世紀のフランスで物語は劇場のステージから始まるんですよ。で、そこでね、3人の出会いが始まるんですけど、えー、シラノ、このいわゆるピーター・ディンクエイジ演じるこの男が舞台にパッと出てで、とある派手なことをやらかすわけですね。そこで、えー、見ていたのがロクサーヌという、まあ、貴族の娘が舞台にいるシラノのことを見て、 まあ、シラノも実はロクサーヌのことがちょっと好きだったという二人の物語があるんですが、実はロクサーヌが見ていた相手はシラノではなく、その横にいたクリスチャンのことを見ていたんですね。これはあの、学校あるあるでありますよね。なんか、あの子がやたら俺のこと見てるなと思ったら、俺の後ろにいた柴田のことを見てたみたいな。そういうことありますよね。俺じゃなかったみたいな。そしたら、 あの、まあ、僕本名藤村って言うんですけど、藤村くんなつって呼び出されて、何何ひょっとしたら俺告白されるんじゃないかと思って言ったら、柴田くんにこれ渡してくんないかみたいな、なんだよっていう。まさにそれ。<laughs> もうそれ。もうね、このですね、白野はですね、別日にロクサーノに呼び出しされるんです。もうまさに私、藤村くんと柴田くんの関係ですね。で、もう白野はですね、もう、 舞台で、ロクサーヌと目があったもんだから、絶対俺告白されちゃうと、やべえよなんて思いながら、いそいそと出かけていくとですね、ロクサーヌが、あのー、もじもじしながら、何だい早く言ってくれよみたいなこと言うわけですね。そうしたら、シラノが、すいません。クリスチャンのことが好きですっていうので、もうシラノ図工ですよね。え、このやらかした感じが、もうね、僕の学生時代そっくりっていうところはね、本当にね、誰もがなんかこう経験があるような気がいたします。 でも、シラノはいいやつなんです。なぜならば、まあ舞台版では鼻にコンプレックスがある。えー、この劇場版では、やっぱり慎重にコンプレックスがあるから、どうせ俺のことなんか、そりゃそうだよな。ロクサーヌは見向きもしないよな。ということで、分かったと。えー、この、ロクサーなんです、ね。なんでシラノにクリスさんのことを頼んだかと言いますと、シラノって実は結構偉い人なんですね。軍隊長みたいな、自分のシラノ隊みたいなのを持ってるわけですよ。 で、そこに新兵として入ってきたのがクリスチャン。なので、まだこの二人はそんなに、えー、面識がないんだけども、六三は、あ、なるほど、白野ノ君のところのタイに入るのねっていうことで、えー、じゃあ、クリスチャンを紹介してくれないかみたいな感じだったんですね。で、えー、この白野はですね、今めっちゃいい人なんですよ。分かったよということで、じゃあ、二人を結びつけようっつって、あの、新兵が入ってきた時に、お前かっつって、ちょっとお前に話があるなんつって、二人は、えー、まあ、なんだ。 えー、クリスチャンに対してシラノが、いや、ロクサーヌってあの子が、お前のこと好きだって言ってるぞ、みたいな。もう本当こう学園ドラマでする、ね、やってることね。もうまさに非常階段の上のところで喋ってるみたいな感じの展開なんですよ。そしたら、クリスチャンもクリスチャンで、えー、この、ロクサーヌのことがやっぱ好きなわけですよね。だから、これちょっと簡単に人物相関図軽く書いたんですけど、ロクサーヌはとにかくモテモテなんですよ。シラノからも、クリスチャンからも、求愛されている。 でも好きなのはクリスチャン。らのは悲しいかと思い。ということなんですね。ところが、だったらここ付き合えばいいじゃんと思うじゃないですか。ロクサーノとクリスチャンが。これがね、恋の障害。恋のいたずら。始まっちゃうわけですね。これ何が起きたかというと、当時、やっぱり仲良くなるのって、今でもそうだと思うんですけど、ラインまあ、マッチングアプリとかでも最初はメールから始めたりすると思うんですが、文祭がないとダメなんですよ。 当時はそんな LINE なんてないですから、お手紙書いて、で、封書で送る。そうするとお返事が来る。というので、愛を深め合っていくというところだったんですが、このクリスチャン、腕っぷしはいいが、イケメンだが、文才がない。で、そこを、え、まあ、詩人でもあるシラの隊長が分かったと。じゃあ、俺がお前の代わりに代筆で恋文を書いてやるよということで、すごい美しい文章を書くわけですね。 もうなんか、あなたのことが、ま、いわゆる I love you みたいな野暮な言葉は絶対使わない。もう、蝶のように舞う、小鳥のようにさえずる、というような美しい言葉をやって、ロクサーヌは、お返事が来ると、ロクサーヌは非常にね、文才のある女の子だったんですね。ものすごい教養レベルの高い文通をするわけですよ。そしたらロクサーヌはどんどんどん、どん本当はシラノが書いているクリスチャンの文章に惹かれていって、クリスチャンと口づけしたい、あなたと会いたいみたいな感じで、 いよいよ二人が会う時になるんですよ。そしたらですね、ロクサーヌが、あなたなの,のね、待っていたわ。あなたの素敵な文章。さあ、私を、ときめかせて、みたいなことを言うわけですよ。ところが、クリスチャンは、実際は、何にも文章も書いてないから、どんな手紙のやりとりがされてるのか分かんないんですよね。で、I love you しか言わないです。あ、そのストレートな言葉好きよ。でももうちょっと、みたいな感じで。まあ、もう、ロクサーヌも欲しがり娘なんですよね。 もう星がある星があるみたいなのがあるんですが、I love you, I love you みたいな。それだけなのみたいなところで、あれあれみたいな感じで、うまくいかなくなっちゃうんですね。で、私はそんな人だと思わなかったみたいなところで、二人の間に亀裂が入るんだが、そこに現れたシラノ。このロクサーノがね、バルコニーみたいなでっかいところに住んでるんですけど、ここロミオとジュリエットの結構おまじだと思ってるんですけど、窓をパーンとかって開けると、ロクサーノが窓の上にいるわけですよ。そしたらそこに、まあいい。 月明かりだからね、えー、クリスチャンがパンと現れるけど、よく顔が見えないんですね。そしたら、あクリスチャンみたいな感じで、さっきはごめんよみたいな感じで、二人が、まあ、話すんですけど、そこで、シラノが妙案を思いつく、バルコニーの名シーンになるんですけど、シラノのことは当然、柱の陰に隠れてるから、ロクサール見えないと。クリスチャンが喋るんだけど、クリスチャンは実は口パクみたいな状態になるわけですね。シラノが全部答えていくっていう、 あの、中井くんのモノマネやる人の声だけ似てる人と中井くんの顔だけ似てる人みたいなのが一緒にゲーやるみたいな。なんか、二人三脚でそれを乗り越えようとする名シーンがあって、全部辻褄が合っていくわけですよ。そしたら、ああ、やっぱりあなたのクリスさんのいつものやつが出てきたみたいな感じで、ロックサーノがもう用意しれていくわけですね。で、どん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 そのバルコニーのシーンで、本当はシラノが後ろでアテレコをしてるんだけども、 まあ、ロクサーノは気づかず、二人の間がどん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 近くなって、口づけしたい、みたいなところから、もうシラノはもう団長の思いですよ。お前行ってこいみたいな感じで、バーンと背中を押して、で、そのロクサーノがこう、壁をこう、よじのもってですね、そのバルコリーの上まで行って、いよいよ二人が結ばれる。そして、背中を向けて去っていくシラノがいるっていうところが、まあ一つのね、ちょっと急、ここで休憩です、みたいな感じの名シーンがあるんですよね。 もうこれ聞いただけででもね、これを僕大体今も映画の結構中盤のいいところまで喋ったんですけど、やっぱりよくできてるんですよね。120年間、やっぱ途切れることなくいろんな人たちがやり続けた理由がまずこのストーリーがめちゃくちゃしっかりしてるということがあるんですね。ところが、気象転結の点ですよ。物語がここから動き出します。これだったら、その物語のまま行けばいいじゃんと思うじゃないですか。ところがですね、ここ。 ロクサーヌに、やっぱ貴族ですから、通常こんなクリスチャンみたいな一辺足の兵士みたいなやつとくっつけるわけないじゃんと。そこに現れたのがこのギーシュ公爵というですね、クソ嫌なやつが出てくるわけですね。これ、このギーシュ公爵がですね、ああ、もう君、もう僕と、結婚するんだよねと。ところが、急婚するんだけど、なぜかロクサーヌ全然乗り気じゃないんですね。あれなんでだなんでだっていうとどうやら、 クリスチャンってやつが好きみたいだと。大嫉妬するわけですよ。結局そのクリスチャンとロクサーノはまあ結婚をどっちとするかみたいな、まあ天秤にかけたりとかして、このギーシュ公爵もものすごい悪い手をいろいろと使っていくんだけれども、最終的にギーシュ公爵の言うことを聞かずにクリスチャンと結婚するんです。もうギーシュ公爵、大激怒。ふざけんな、じゃあお前らもう死にに行ってこいよ、つってクリスチャンと シラノのことはまだ知らないんですけど、シラノ隊を最前線に送って、もう、いよいよ今日死ぬみたいな時に、シラノがクリスチャンに向けて手紙を書くんですね。さあ、ここからどうなるかっていうところで、続きは劇場でっていう感じなんですよね。はい。さあ、アリコンダリにお気に入りのシーンをまとめてみました。先ほどのシラノとクリスチャンの友情がね、実はね、これ恋愛物語でもあるんですが、友情物語でもあるんですね。特に、 あの、これ、ジョーライトの演出が素晴らしいんですけど、最初この憲兵で、え入ってきた時に、シラノがクリスチャンに、じゃあ俺がお前の手助けをしてやるよ、みたいな時に、後ろではこうやってフェンシングのこう、あの、みんな、兵隊たちが訓練してるんですけど、それを、歌の、いわゆるこう、二人の歌の掛け合いと、フェンシングの全部動きが、全部ね、ワンカット長回しの多いシーンはね、素晴らしかったですね。 で、クレーンかなんか使って、うわーって上から撮るけども、また、マクロの視点で二人を追うというような、音と音楽と歌、語り、全部が一体になっているのが、本当に素晴らしかったですね。もう本当に蝶のように舞いながら、あの、アクションする、えー、憲兵たちの訓練シーンも素晴らしかったです。それから、三人の文通シーンも良かったですね。結局、クリスチャンとシラノとロクサーノがいるんだけど、それぞれに思惑が違うわけじゃないですか。それがね、歌のね、 掛け合い、掛け合い、掛け合いで、私はあなたのが好き。でも僕は隠れてるけど君のことが好きというような掛け合いのシーンがね、三者三様でね、出てくるんですけど、これも本当にね、映画的。うん。あのー、全部そのセリフが、あの、歌とセリフがマッチしてるから、スルスルスルっとストーリーと音楽が入ってくるという素晴らしいシーンでしたね。あとあれですね。セリフと歌がシームレスに行ったり来たりするのが、やっぱこの映画の最大の魅力でして、これあの、事前録音しないっていうね、うん、なんか最近の流行りなんですね。 つまり、通常役者って映画の前に歌録音しますよね。で、映画の撮影中は口パクでさも歌ったかのような感じで、今までの映画制作っていうのは完成させてたんです。ところが、このシラノはそれやめたんですね。なぜならば、役がだん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 こう撮影中とか台本とか読み込んでくると、どんどん入ってきますよね、役にね。そうすると気持ちって変わってくるんですよ。だから事前に歌だけ撮ったあの時の気持ちと、 だんだん役に入ってセットとか、あの、照明とかメイクとかした状態で歌う気持ちって絶対違うんですよね。その温度差を出したくないから、このジョーライト監督はですね、なんとその場で生演奏をやって、ちっちゃいマイクを入れて撮ったんです。だからこれよく聞くとわかるんですけど、音のピッチずれてるんですよね、女優さんとか。音のテンポも若干ずれてるんです。でも、感情の高ぶりの方が高いから見れちゃうんですよね。 この演出は素晴らしいです。ぜひ見てください。それから、えー、なぜ100年前の物語が受け入れられるのかというところですよね。はい。えー、これですね。まあ、物語の中で、結局その手紙のやり取りっていうのが頻繁に行われてるけども、結果、これ僕見終わって気づくんですけども、120年前と現代、全く同じです。うん。 さっき藤村くんつかね、柴田くんのあの話しましたけど、で結局、代筆お前のためにじゃあメールの文章、相談乗ってやるよお前こう書いた方がいいんじゃねえかみたいな。やってますよね、皆さんね。一度はやったと思うんですよ。友達の相談に乗る。で、うまくつないであげる。ね。合コンでもうまくパスを出す。あるじゃないですか。あなたがシラノなんです。僕もシラノです。ということで、現代にも通ずるシラノのメッセージ。 100年前も現代も基本人間のやってることは一緒であるということを僕は強く感じた映画ですね。はい、えー、この動画面白かったという方はチャンネル高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。2月の25日から全国で公開となります。それでは次回もみんなでシネマティック